はい、皆さんこんにちは、池尻愛理です。今日はですね、長野の蓼科三室温泉に来ました。ここはね、古彩の湯という温泉です。では早速行ってみましょう。貸し切りの湯、すっごい階段がね、きつい。さあ、行ってみましょう。レッツゴー。すごい大自然。ここが脱衣所です。すごい自然味のある脱衣所。めちゃでかい虫もたくさんいる。なんかいい自然の場所だから虫が発育しやすいのかもしれない。三室源泉のかけ流しです。なんか色はね、無色透明なんですけど、あ、めっちゃ熱いね。熱い、熱め。なんかここをもともとね、50度から60度の間ぐらいの温度にして、配管を通ってる間にだいたい42、3度ぐらいとかの結構熱めのお湯になってここまで到着するそうです。熱いね、これ結構やばいかもしれない。慣れるまでこんな感じです。ではね、早速温泉に入る準備をしたいと思います。じゃあ早速ね、これ温泉ソムリエの資格を取った時にいただいた湯あみに着替えたいと思います。シャキン。はい、着替えました。なんかこれすごい、なんだろう、ちょっと子供っぽいデザインだね、ここら辺とか。はい、 pH 計を購入したので、こちらでね、温泉の pH をチェックしたいと思います。では見ていきます。あ、なくなっちゃった。もう一回行ってくる。では pH が 2.8 です。なのでここの温泉は弱酸性の温泉です。はい、でここの主の荻原さんは温泉ソムリエをね、2014年に取得してるみたいで、私はね、つい最近ですけど、温泉ソムリエの資格を、6月13日に取得しました。2021年6月13日に取得しました。イエイ。これはテキストなんですけど、はい、まずね、温泉成分なんですけど、源泉麺が蓼科三室源泉混合泉です。酸性ナトリウム塩化物、硫酸塩
温泉、弱酸性低調性高温泉となっております。源泉はね、摂氏 62.6 度でしたね。だいたい62度になって、まあ、その後配管通ってこんな温泉の桶にお湯がたまるみたいな感じです。で、ここはね、溶存物質が 1445mg なので、まあまあそんなに超強い温泉というわけではないので、とっても入りやすい温泉です。適応症はね、こんな感じで神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩とか、まあこういう結構殺菌作用が強い温泉になってて、まあ、こういう感じのものとか皮膚炎とかにもすごく効く、まあ、効くって言っていいのかもあれなんですけど、そういった温泉になっております。はい、ここで一つ豆知識です。果て市の耳の源泉は現在太平洋プレート、北アメリカプレート、ユーラシアプレート、フィリピン海プレートの4つのプレートがひしめく世界的に極めて珍しいユニークな大地、新旧日本列島の大きな裂け目、世界第一級の知識行動性が調査するパワースポットに誕生した名誉中の名誉です。皆さんもぜひ、果て市の耳の源泉にパワーを感じに行ってみてはいかがでしょうか。はい、山梨県長野県産のモモサイダーです。モモサイダー初めて飲んだことないか、飲んだことないね、多分。モモサイダー、モモの天然水とか飲んだことあると思う。甘い、よいしょよいしょ、あこれは1個250円でした。完熟モモサイダー開けましょう。おお、フルーティーや、美味しそう。うん、美味しい。結構微炭酸な感じだ。美味しいです。